後ろに物が落ちてしまった。あー、めんどくさいよー。めんどくさいことが起きたよ。起きてるよ。なんとかなりました。なんとか救出しました。でもこのこれを戻すのがまた重たい。最悪。おお。よし、戻った。画面は低いし、あ、いいこと思いついた。これを使えばいいんだ。ダメだった。ダメだった。ダメだった。もういいや。諦めた。諦めたのさ。ちょっと15分経ったらタワーのお礼をしたいと思います。どのペンで書こうかな。赤、ピンク、オレンジ、緑、紫、青、水色。じゃあオレンジと、オレンジと青とピンクにしよう。この3色描きます。で描きます。ひげめがねさんギフトありがとう。さったん、こじさとさん、のぶーやでーさん、ひげめがねさんさん、きのこのかパパさん、ガントチャートさん、くじまっささん、ヘルヤンさん、きのこのかパパさん、カタカナのタカさん、ギフトありがとうございます。ズミさんありがとう。ゆうきさん
山椒さん、ありがとうございます。ぶんちゃん、空飛ぶドラえもんさん、くじますさん、ギフトありがとう。え、このコウモリのさあれってさ、今イベントのやつですか？イベントでメンバーが棺桶欲しいって言って集めてるやつ、このピンクのコウモリ。関係のやつやよね、そうよね。私もメンバーの誰かにあげようかな。それはこれはどこでゲットできるんですか？なんかりねちゃんがすごい缶オケが欲しくて、缶オケが欲しい、缶オケが欲しいって言ってたから、私の分ももしゲットできるなら、どこで手に入れるの？もう自動的に持ってるってこと？こんばんは。チャレンジからゲットできる。あ、そうなんだ。空飛ぶドラえもんさん、カモキありがとう。バオバブさん、コウモリありがとう。有料なんですか？あ、コウモリって有料なんだ。あ、そうなんだ。そうなんだ。なんか、もらえるんだったらそれもらって、なんかすごい棺桶を懇願してる子にあげようかなって思ったけど、有料なんだ。じゃあちょっと考えます。そうなのね。東京から戻ってきてまだ二ほどきしてないから、充電器が刺さってない。充電器カバンの中にあるな。充電器、ただいま我が家に帰ってきました。広島宅です。
このペン思ったより細い。じゃあちょっとタワーのお礼をしていきたいと思います。私が把握してる限り多分3つ3本お礼を言えてないので、そのお礼を言いたいと思います。はじめにめっちゃ遅くなったけどちょっとメールの返信で書いてあったのでごめんね、忘れてた。ウリンちゃんハッピーバースデーのタワー、お祝いのタワーだよね、誕生日の。ごめん、もしかして今日いない？お祝いタワーありがとう。ありがとうございます。ごめんね、すごい遅れた。でも確か私がね実家にいる時だったと思うんよね。でまた後日書きますねって言って書きそびれてたのでちょっと今になりました。教えてくれてありがとう。お誕生日おめでとうございました。ちょっと珍しく配信にいないかもしれないので、ね、お友達の方はお伝えください。ごめんなさい。ありがとうございます。では続きまして、ケイチさん、はい、昨日
パワーをもらいました。圭一さん、お話し会来てく昨日来てくれてありがとう。なんかちょっと 薄かった。薄い？見えますか？私が入っとけば濃くなる。私の顔が入ってればこの文字も濃く見える。暴論。圭一さん、昨日はお話し会とツーショットまで来てくれてありがとうございました。人の話を聞いてないって怒るけど、まあそんな、まあまあ落ち着いて怒らないでください。また次会える日を楽しみにしています。ありがとうございました。昨日タワーまでいただいて。ありがとうございます。ありがとう。いるかな、いますか。圭一さんはまああのいろいろこうなんだかんだ言ってオンラインの時からね、ずっとリアル話し会といい講演といい、いつも来てくれます。ありがとうございます。アイコジラブですね。Thank you very much。 それでは続いて、マナブンさんのお誕生日でしたね。ありがとうございました。ありがとう。あ、マーメンさんはいますね。はい、ちょっと 薄いかもしれない、ごめん、見えるかな。マナブンさん、タワーありがとう。そしてお誕生日おめでとう。お話し会嬉しかったです。私も昨日お話できて嬉しかったです。ちょっと残念ながらね、ちょっとね、違うコンサートにね途中出ましたね。結構ね、私マナブンさんだけじゃなくて数人違うコンサートに、途中行かれてました。はい。まあまあそれとはねまだちょっと関係ないんですけれども、はい、お誕生日おめでとうございます。良い1年をというわけで、ケーキプレゼントです。オレンジのケーキありがとうございます。ね、武道館に行くって言ってましたね。誕生日おめでとうございます。ちょっと推しがねいっぱいいると大変ですよね、皆さん。あっちへこっちへ
行ったりスケジュールが被っちゃったり、まあ、大体土日は何かしらイベントがあったりして被ってどうしようってなられてるんでしょうか。お疲れ様でした。ありがとうございました。良い1年もお過ごしください。で10月は誕生日が私のねお母さんとかとメンバーにもね先輩とか後輩ちゃんにも誕生日がいっぱい誕生日の人がいっぱいいて、なんか秋生まれっていいなって思います。この過ごしやすい季節に生まれてきて、なんかいいよねこの季節、好きです。10、11月あたり、ウミガメさん、アオッチさん、せいちゃん、キノコのかパパさん、ナカさん、ふみふみさん、ヒルさん、バオバブさん、ジュンヤさん、モンブランさん、エリアンさん、レンタルキャットさん、レフトさん、カトカントカさん、ザンタクさん、ふみふみさん、まさきさん、ジャボテンさん、ギフトありがとうございます。なんかね、髪の毛がサラサラなんですよ。これさ、昨日の配信で試しにシャンプーとトリートメントをお試しのやつで買ったって言って、まあ、昨日配信で見せたんですけど、それがねめっちゃ良くて、すごい髪の毛がサラサラになったから、今日はお試し用じゃなくて、そのあれちゃんと買った、本品買った、あれめっちゃ良かった、シャンプートリートメント。あとねヘアオイルがめっちゃ良くて、冒険した回あったなと思って、昨日まあこういう時でしか冒険しないのでって言って買ったのが、あの功を奏しました。いいですね。こういう収穫があるとね、試した価値あったなって思います。クレンジングと洗顔はまだわかんない。なんか結構肌に使うものってなんか1週間2週間ぐらい使ってみないと肌の調子がわからないんですよ。髪の毛は結構すぐ私わかるんですけど、なんか肌ってその時のコンディションとかで違うから、髪の毛より1週間前、今日より1週間前と1週間後で全然肌の調子が私はばらつきがあるので、なんかちょっと試す期間が長い。そう、それで 1,2 週間様子を見てどうするか決めたりしてますね。化粧水とかも同じ。だから昨日買った洗顔とかクレンジングはねちょっと様子見です。でも髪の毛は良かった、本当に。シャンプー、トリートメント、ヘアオイル、よかった。なんかね、意外と使ったことがなかったんですよ。昨日そのお試し用のやつは結構有名なやつで、アンドハニーっていうやつなんですけど、有名なのに使ったことなかったから使ってみてよかったです。入浴剤はなんかね、なんか変な匂いがした
昨日配信見てた方はなんかあの分かると思うんですけど、なんかねマグマのなんか発汗作用がある入浴剤ですよみたいなあってもう買ったんですよね昨日で、昨日お湯張って入れたんですけど、なんか変な匂いがしたのでちょっともう2回目はないかなと正直レビューです。はい、まず試す価値はあると思います。皆さんが汗はかいた確かに。使ったら分かる本当に、あのなんか硫黄みたいな感じ。私さ大分に住んでたことがあるからさ、あの別府に住んでたわけじゃないけど硫黄の匂いとかがまあ分かるんですよ。なんかそんな感じでしたね。本格的、言い方変えたらめっちゃ本格的って感じでした。まあもし見かけたら買ってみてください。こじゃすさん、ジャボテンさん、バオバブさん、ムさん、関さん、瀬戸倉さん、くじますさん、ウミガメさん、あおっちさん、せいちゃん、きのこのかパパさん、なかさん、ふみふみさん、アヒルさん、バオバブさん、ジュンヤさん、モンブランさん、ヘリアンさん、レンタルキャットさん、カタカナのタカさん、ザンドクさん、まさきさん、くじますさん、サートブドラえもんさん、ひげめがねさん、ベネラナさん、あんちゃん、小雪さん、カープ坊主さん、ひなたさん、あんちゃん、ギフトありがとうございます。目が乾く。うん、どなんか、どなかのひろさん、108番候補生最終配信記念日、え、今日ですか？10月、はっ、4年前の今日がもしかしたらこれが最後になるかもって涙して記念日です。はっ、あ、本当だ。22、23、24、25、26、27、そうや、え、懐かしい、ありがとうございます。本当ですね、もう私自分自身でも忘れてました。ありがとうございます。気づいたら確かに最終オーディションまで、4年前だったら最終オーディションまであと6日です。今日22ですよね。23、24、25、26、27、そうやった。なんか最終配信、あ、最後の配信の1週間後に広島で結果発表だったのでいつまでも美しい歌が聴かせてください。ありがとうございます。嬉しい、懐かしい、愛ちゃんが戻ってきてくれて嬉しいです、うん、自分でもそんな、10月27日が、10月27ですよね、10月27が最終審査だったのは覚えてるんですけど、そういえばそうでしたね。完全にあれから4年が経ってるっていうことにびっくりですね。こんばんは。あの時と比べてなんか変わったようで変わってないようで変わったような気がします変わってないようで
変わったかなって思うけど、でもやっぱり変わってないなとは思ったけど、やっぱり変わったかなって思います。嬉しい、オーディション受けてくれてありがとう。こちらこそありがとう。でもなんかその時から応援してくれてるファンの方とかも今でもいてくれて本当に嬉しいです。ありがとうございます。嬉しい。でもその後にファンになってくれた皆さんも私の大事なファンです。どこで私のことを知ろうか、最近あやこじのことが気になろうが、一番最初から応援してようが、もう全員私の大切な小島ニアなので。でも覚えてくれたことはすごい嬉しい。私もなんかこの季節だなとは思ってたんですけど、その最終配信っていうのはすっかり忘れてたので、ありがとうございます。お礼書きますね。ちょっとさっきもマッキーで書けばよかった。こっちの方が見やすい。ちょっとマッキーで書きます。今度から。いい。ありがとうございます。で、中野ひらさん、タワーありがとう。丸4年が経ってびっくりでございます。ありがとうございます。あの日は一生忘れることはありませんよ。嬉しい。ありがとうございます。すごい、私はねスタートがすごい遅かったんですけど、なんかこのね丸4年だって、でもこれからさ丸4年経ちましたっていうことがちょっと増えますね。10月27日も丸4年が経ちましたっていうし、あと12月のお披露目も丸4年が経ちましたっていう機会がちょっと増えますね。でもこの季節は本当に2期生にとっては結構大事な記念日なんじゃないかなと思います。あーもう欲しい。
どうなんでしょうね、結局4周年コンサート、わかんないです。11月なさそう。何するとかも聞いてないしな。でも何かしらあったらいいなっていうのはみんなで話してます。祝4周年。オトさん、マフェリアスさん、ニコライさん、バオバブさん、ダイソンさん、ニックネーさん、ズーミーさん、ギフトありがとうございます。最終オーディションの配信はね、なんかね今でもそれは覚えてます。内容は覚えてますよ。なんかめっちゃ手紙を読んだ気がする手紙を読んで、なんかもう最後までなんかプリントアウトしたやつを、投票の仕方をずっと説明してた気がする最後になるかもしれないので、皆さんまた会えることを祈りながらとか言って懐かしい。ジンジンさん、ハートありがとう。昔の瀬戸内ちゃんは知らないのですが、今との変わったところありますか？船がなくなったあ、なんか今日のお仕事で昔 STU のマネージャーをしてた方が、その今日のお仕事に関わっていらっしゃったんですけど、そのマネージャーさんは私が入る前のSTU のマネジメントをしてたので、私が被ることはなかったし、私はその方にお世話にはまだギリギリになってなかないんですよ。もう本当にすれ違いなんですけど、でもその前マネージャーされてた方がなんか船の話をして、なんかすごい懐かしい気持ちになりました。私も1年も経たないうちに、私も船の船上劇場には立たせてもらったけど、1年もいかないぐらいの短い期間だったので、ね、少しの間だったけど、でもね、すごい懐かしい気持ちになりました。船ができる前の公園は何度か行ってました。あ、そうなんだ。カタカナのタカさん、コウモリありがとう。私お披露目が戦場劇場でしたね、2期生は。で本当にさ、お披露目のお披露目のさ、休みたらさ、本当に必死で笑ってしまうめっちゃ必死、顔が。きのこのかパパさん、コウモリありがとうございます。
確かに鍵穴でした。懐かしい。めっちゃ覚えてることがある。あのね、お披露目公演の時の会いたかったやったんですけど、その時確かにゆきりかが前におった気がする。私の間違ってなければ。それで隙間からペンライトの、ペンライト振ってる客席を見て、なんか見に来てもらうってこういうことなんだって思いました。懐かしいです。会いたかった会いたかった会いたかった Yes 君にじゃんタラタタ自転車全力でペダルこぎながら坂登る風に膨らんでるシャツも今はもどかしい、やっと気づいた下手に行く本当の気持ち、下手に行く正直に行くんだ、あった一つこの道を走れ、好きならば好きだと言おう、ごまかさず素直になろう、好きならば好きだと言おう、胸の内さらけ出そうよ、ララ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 。研究生の時さ、まだスタジオになる前のミニスタジオで会いたかったやってましたね、オープニング。ララ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 、会いたかった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  Yes ちゃんちゃん、会いたかった会いたかった会いたかった Yes 君にちゃんちゃらちゃちゃ、会いたかったズン、ルル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 ルでデレレ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 、ウミガメさん乾きゲストありがとう。僕対初日のこじこじが忘れられん。僕対がね、エディオン、私はエディオン神谷町ホールでした。最初の最初の初日が、会いたかった会いたかった会いたかった Yes。 今も緊張するけど、あの時は何もかも緊張してたな。本当に全部に緊張してた。今も緊張はするけど、あいこじさん、あいこじさんのビンゴが好き。
わー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 。自分は生で初めてあやこじ見たのはアンフィシアター、舞浜アンフィシアターですよね。あの時さ、さ、2期生は僕らの春夏秋冬やったんですけど、なんかね、あいこじっていううちわがね、2枚、確か2枚見えたんですよ。遠くの方と近く、どっちかっていうと近くの方で2枚見えて、それで、あ、私のファンがいるんだと思って、なんかお見送りがあったんですよ、その時。その時ね、その確かその2人の方がこれから頑張ってねみたいな感じで聞いてくれて、あ、言ってくれて、なんかめっちゃ覚えてます。おーって思いましたそう、全国ツアーの時。覚えてるものですね。覚えてるもんだよ。私さ、広島にやってきて、こことはちょ今とは違うお家に住んでたんだけど、今このお家とあと違うところに最初住んでたんだけど、その時私の12月7日の誕生日の時に広島にやってきたんですよ。なんかそれで誕生日に引っ越しかって言って、お父さんと お父さんとお母さんだけだったかな。お父さんとお母さんだけだったかな、だけだったか。荷物を送ってくれて、それでね、なんか大きいクッキーのこれ食べりって言ってクッキーを置いて帰ったんですよね。なんかクッキーのなんかめっちゃこんぐらいのクッキーのなんかアソートみたいなやつを置いて帰ったんですよ。で、なんか最初私さ、一人暮らしが初めてだったから、なんかそれを見てこれでしのごうって思いながらこのクッキーのこのでっかいこのでっかいクッキーのアソートでしのごうって思いながらでも他にもいろいろあったんですよ。なんかあの春雨とかいろいろお母さんが詰めてくれて、他にもいろいろあったんですよ。で、あ、そうだ、でも最初の方本当にお母さんにいろいろ送ってもらってた。なんかレトルトとか、そう、泣きながらクッキーは食べてないんだよね。それがね、なんか
あの資生堂パーラーのなんかいいクッキー、結構いい感じのクッキーだったんですよ。そう、それのなんか でっかい発酵クッキーだったので、これは1日1枚にしようって思いながら食べてました。でもその1枚にできなくて2枚食べて、あ今日2枚食べてしまった、もう3枚食べても変わんないよねと思って3枚食べたりしてました。でもこれでしのごう、これでしのごうと思ってたのにって思いながら悔しがってました。最初ね、ホームシックにはならなかった、なりませんでした。うん、っていうかなんか一人暮らしするのがすごい嬉しかったです。うん、待って、でもなんか引っ越したその日は帰ってないんですよ、両親が。なんか両親が泊まったんですよね、私の部屋に。で、え？泊まってない。え、でもなんかお母さんと二人で寝た気がする。あれなんだ、あれ何の記憶だろう。なんかでもお母さんとね寝たんですよね、同じベッドで。うん、あ、お父さんだけ先に帰って、あ、思い出した、お父さんだけ先に帰ったんだ。そう、私がなんかいきなり一人になるのがちょっとみたいな感じだったから、確かお父さんが先に一人で帰って、でその日はお母さんが一日だけ泊まったんですよ。そう、だから一緒に同じ布団で寝た気がするんだよな、私の記憶が間違ってなければ。うん、そうで、なんかなんだったかな、なんかね、あ、めっちゃ懐かしい、あ、めっちゃ懐かしい、え、なんかいろいろ思い出してきた、懐かしい。なんかあのね、その時寒かったからかぼちゃのスープが飲みたいと思ってかぼちゃのスープを頑張って作ったんですよ。でもなんかめっちゃドロドロで、何このスープって思いながら、でもなんか一人でなんかこうかぼちゃのスープ作るのも寂しいから友達に電話しながら、なんかこれがあーでこんな感じでみたいな感じで友達に、ね、電話しながらね、そっちは普通みたいな感じで話しながら、なんかかぼちゃの、変なかぼちゃのスープできたんやけどとか言ってめっちゃ懐かしい。そう、作ってました。なんかドロドロな、なんかでも美味しかったんですよ、ちゃんとコンソメ入れたし、でも美味しかったんです。うん、
こんばんは。あと何したかな。あと何したっけ。あと何したっけ。でもなんかめっちゃ節約してた気がする、最初の方。なんか最初めっちゃね、極力お金を使わずに生きようって思ってた。めっちゃ節約してた。あんなに節約するってぐらい。暖房は入れなかった。暖房入れんかったし、なんかね、ちっちゃいこれぐらいのなんかファンヒーターファンヒーターでずっと足元にファーってあったかいやつをこの足元だけにあったかいやつを持ってきて、でそれでなんかご飯食べてた気がする。そのあ、思い出した、そのちっちゃいファンヒーターの上にあのご飯乗せて、それでなんかそのご飯と足元を温めながらご飯を食べてた。本当になんか変な節約してましたね。でフリース着て、まあでもテーブルあったんですよ。テーブルはあったんですけど、なんか寒かったからもう一石二鳥だと思って。でもファンヒーターで別にお弁当が温まったりはしないんですよ。でその時は、まあ、貯金はないこともなかったけど、でも本当に使うの嫌だったから、もうめっちゃね絶対スーパーに行ってたし絶対スーパーに行ってた。コンビニ絶対行かなかった。そう、あの時はね。あとね、何してたっけ。あ、思い出した。あのなんかね、もう本当に広島やだって思った時、まあなんかねあれだった、あの路面電車、もう路面電車が意味わかんなすぎて、なんか全然違うところ行ったんですよ。なんか気づいたらさ、なんか山の方面に向かっててさ、え、何ここってなって、でなんか何これってなって、もう意味わかんないと思って、ほんとなんか間違えたんですよ。なんか違う方面のやつ乗って、なんか遠くの方になんか山が見えてきてそんな、うん、山の中とかじゃないんですけど、なんか自分の住んでるところと全然違う、なんかあれこんな山見えてないんだけどっていう方向に行き始めて、で本当にこの路面電車難しいなって思って、めっちゃ
もう大っ嫌いになった路面電車が。めっちゃ嫌いになったあの時絶対もう乗らんって思いながら。初めて広島行った時間違えた。なんか一回は間違えるよね、やっぱ初見の、初見だと。私もその時ちょっと乗ってみたんですよ。そしたら間違えたんで、はあ、何これと思ってでもなんかそれもあって今はなんかちゃんと乗る方向とか確認するし、そう私も路面電車の乗り方分かんなかった最初。でもね、今ではね結構地図見るの得意なんですよね。得意な方なんです。なんか得意になりましたなんかいろいろあって、もう方向、昔は方向音痴だったんですけど、なんかもういろいろあって一人で生きていくってなったら地図を見て生きることが、過ごすことが増えて、それでねもう方向音痴じゃなくなった。なんか鍛えられて地図の見方がね本当に上手になったと思う。うん、空間把握上手な理系嬉しい。理系ではないよ、そんな理系じゃないよ。いろいろありましたね。まあちょっと思い出話はこの辺にしておいて、今日はここで終わりたいと思います。またいろいろ話したいと思います。じゃあランキング読みますね。13位ヘリアンさん、12位アンちゃん、11位ズンミンさん、10位バオバブさん、9位ソリオさん、8位ジャボテンさん、7位ウミガメさん、6位カタカナのタカさん、5位ヒゲメガネさん、4位クジマサさん、3位空飛ぶドラえもんさん、2位アオッチさん、1位は豊中のヒロさんでした。ありがとうございました。なんか乾燥するのでみんな保湿大事に過ごしましょう。それではおやすみなさーい。